急なんですけど、うわこれ絶対今怪我したわみたいな瞬間ってあるじゃないですか。これもう終わったなって。でその日はめちゃくちゃ痛いんですよ。寝て起きたら次の日嘘みたいに治ってることってありません？あれ何？僕こういうことしょっちゅうあって調べても全然出てこないんですよ。だからこれもしかしたら俺特殊能力なんじゃねと思って、なんか治癒力が高すぎるみたいな、そう思ってたら2日経って今怪我した該当箇所の腕が全く上がらないっていうね。この時差よ。1日だけ執行猶予与えてくるまあまあデカめの怪我ってありません？あらめちゃくちゃ腹立ちません？即執行で殺せよ。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。いやなんか全く違うこと考えながらこうダンベルを運んでたら置く瞬間にビロビロビローンつって腕が伸び伸びた。これは長そうですよね。ほんと聞いてください。長そうそうですよマジで。そんなんいいんですよ。こんな DM です。タックさんこんばんは。こんばんは。いきなりですが、いきなりですが来た楽天カードマン。ネットでとある残酷な記事を見かけたんです。それが誰しもが持っていると思っていた戸籍がなくなったらどうなるのかというものです。すごくシビアでした。でも戸籍ってそもそもなんであるんですかね。今までよくわかららずそれなりに理解していたと思っていた言葉なのですが、戸籍って何なのか私も含めてまだよく分かってない人も多いと思うんで一度解説してくださいということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。確かにね、なんとも釣ったばっかの魚ぐらい新鮮な切り口でありますけど、この戸籍というもの何なのか、これあんまり考える機会ないですよね。当たり前のようにあるみたいなイメージですけど、これざっくり言うと、あなたがいつ誰の子として生まれて、いつ誰と結婚したか、あとはいつ亡くなったとかね、こういった自分の身分上の重要事項とか親族関係も登録されてて、かつその人が日本人であることを証明することができるものなんですよ。それを公に証明できる制度っていうのはこれ戸籍制度って言うんですけど、我々が暮らすこの日本ではあらゆる場面でこれは活用されてますよね。海外にもあるのかなと思ったんですけど、かつてヨーロッパで戸籍をキリスト教会が教会簿っていう教会に備え付けられた帳簿で管理してたんですよ。それが後に教会さんのこのなんか権威が失われたからっつってもうやめようっつってなくなったんですけど、これ現在ではソーシャルセキュリティナンバーっていうね、社会保障番号っていう国民一人一人に付与されてる一つの番号で管理されてます。そんな日本にある戸籍なんですけど、じゃあこれが一体どういった役割を果たしているとか、なんで必要なのかっていうのを今日話そうと思うんですけど、ただ一方でこれってね、実は日本人全員が必ず持ってるかというと実はそうではないんですよ。中には戸籍を持たない状態、いわゆる無戸籍のまま生活してるって方もいて、これは貧困ビジネスの話でもねした記憶があるんですけど、ただ日本ではこの原則として戸籍法というのがあって、これ49条なんですけど、出生から14日以内に届け出してくださいねっていうのが定められてるんですよ。でこれ誰が定められてるかっていうと、親などの出生届を出す義務のある人が対象なんですけど、これがまあ何かしらの理由で出さないと、そうなるとその子供の存在自体が日本国に知られることがなく無戸籍者となってしまうんですよ。その数がどれぐらいいるかという話なんですけど、知るかですよね。これが2019年、法務省の調査では全国の無戸籍者把握してるだけでも830人です。そのうち成年者が155人いるとされています。じゃあちょっとこれないとどうなるのかという話なんですけど、このお話も後半に続く。じゃあ早速なんですけど、じゃあこの戸籍関連で起きた事件っていうのもあって、ちょっとこれはめっちゃ変わってるんですけど、戸籍が乗っ取られたっていうね、新グアンス事件というので、これは今から44年前、1980年の6月、当時北朝鮮工作員だったシン・グァンスという男が韓国籍の工作員キム・キル・ウクっていう男と共謀して、大阪に住んでた原忠明さんに対してちょっと紹介したい貿易会社の仕事があるっつって宮崎県の海岸に誘い出して、そのまま船で北朝鮮に拉致したっていうね、とんでもない事件なんですよ。これなんでこんなことしたかっていうと、この国の頭のおかしいやつがいて、っていうのもこの北朝鮮の工作活動担当のトップっていうのがキム・ジョンイルだったんですよ。彼は日本人のパスポートを持てば韓国での工作活動が容易になるっつって、そういった情報を嗅ぎつけて工作活動のために日本人を拉致って、日本人の戸籍を奪って成りすませて韓国に入国するためだけにやってたって言われてて、あまりにもパワープレイですよね。でこの頃北朝鮮による日本人拉致事件ってすごい多く起こったんですよね。現在この被害者の数ってのは日本政府が正式認定してるだけでも17人、その他拉致の可能性が否定できないこの特定失踪者800人以上いるとされています。この拉致する理由はね、他にもあるんですけど、例えば日本語教育をさせるためとかね、そういった目的もあったと言われています。金払って教えてもらえるって話ですよね。ただ誰も教えたくなかったのか、このって拉致問題は今も解決したとは言えないんですけど、でこのシン・グァンス1929年に静岡県で生まれて在日朝鮮人だったんですよ。戦後朝鮮半島に渡って朝鮮戦争に参加してから、その後1971年に工作員になりました。で2年後石川県から日本に密入国したんですね。で任務を終えた男は原さんを拉致したと。でその後4年半の間原さんになり代わって彼名義のパスポートを不正に取得して、数回にわたって海外に行って海外拠点の設置をしたりとか、韓国に対しての工作活動
っていました。ただ1985年、シンはですねソウル特別市内で韓国当局に逮捕されたんですよ。で取り調べでこの日本人を拉致したと。でその拉致した日本人になりすまして工作活動を行っていたよということを自供したんですよ。ただまあこっからなんですよね。なんでこれ自供したのかっていうところもあると思うんですけど、1988年に韓国で無期懲役の判決を受けたんですよ。ただ1999年、恩赦により釈放されたんですよ。で翌年には北朝鮮に帰って英雄としてもてはやされたんですよ。何が英雄って話ですよ。ただその後2006年、日本の警察はもちろん許そうとしなくて、シンとこの共犯のキム・キルウク、この二人について拉致容疑で逮捕状を送って ICPO ってね、国際刑事警察機構っていうのを通じて国際手配を行って、外務省も通して北朝鮮に対しての身柄の引き渡しを要求したんですよ。ただこれ現在も北朝鮮側は応じていません。一方まあキム容疑者は今年の4月、2018年3月に90歳で死亡したということが確認されたんで、逮捕状の返還及び国際手配の解除が4月に行われました。またこの被害者の原さんに関しては、拉致された6年後肝硬変で亡くなったということが報告されてるんですけど、ただまあ実際これ誰が安否確認したんだって話で、北朝鮮側から一方的に伝えられたものなんでまだ不明なままです。こうやってまあつい数十年前の日本でも身分を乗っ取られたために強制的に戸籍を奪われてしまった人というのもいるんですよ。まあ、これいかに北朝鮮ってことがやばいか分かりますよね。これでミサイルまで飛ばすからね本当に。ただこれ国際的な問題で戸籍がなくなるとかね、そういった事件に限って話してなくて、その人の意思どうこう関係なく何かしらの事情で出生届が出されなくて戸籍がないまま生きてる方もいます。まずこの戸籍って役所に行けば写しが取得できるんですけど、何が書かれてるかというと、記載事項というのがねこれ規定されてるんですけど、戸籍の場所である本籍の他にはですね、氏名、生まれた日、戸籍に入った原因及びその年と月日、実父母の名前と実父母の続き柄、養子であるときは養子の氏名及び養親との続き柄、夫婦については夫または妻である旨、他の戸籍から入ったものについてはその戸籍の記載、その他法務省令で定める事項と、まあ、こういった8つの事項について記載されてます。でこれに沿う形でなんか筆頭者の住所とかね、でそこに誰が住んでるかとか、いつどこで誰の元に生まれたか、父と母は誰で、あなたは何番目に生まれてますよとか、あと配偶者子供いるかとか、そういった情報がずらっと書かれてるんですよ。でこれってパスポートの申請をするときとか、まあ、婚姻届を提出するとき、相続手続きをするときとかに一緒に提出するんですよ。結構大事なもので、ちなみに離婚経験のある人のことをバツイチって言うじゃないですか。これ戸籍法が改正された1994年まではそうだったんですけど、戸籍謄本を手書きとかタイプライターで作っていたというとこがあって、亡くなった時とか離婚した時って戸籍から抜けた人の名前のところにバツ印が書かれてたんですよ。これがバツイチの語源になってます。で現在では改正を機にですね、コンピューターで管理されるんで除籍と表記されるようになってます。じゃあこれなかった場合どうなるのかっていうと、その可能性があるものも含むんですけど、無戸籍の方は原則ですね、住民票とかパスポートの申請、婚姻届、離婚届の提出、遺産相続を行うことができません。他にも18歳になっても選挙権が持てないとか、免許取れない、銀行口座の開設とか携帯電話の契約もできない、家を借りることもできない、健康保険証を持てない、マイナンバーカード取れないとか、あとはそれに付随して身分を証明するものがないんで、高校大学進学とかその後の就職とかアルバイトすらも難しくなったりすることもあります。めちゃくちゃ制限かかります。日常生活においていろんな支障をきたすんですね。こうなってしまう背景としては多くの理由が親の問題なんですよね。その中でも一番多いのが、離婚後に新たなパートナーとの子供が生まれた場合、これ民法772条で着出の推定の2項というのがあって、これざっくり法的離婚後300日以内に生まれた子供は前の夫の子と推定されるよねっていう規定があるんですよ。例えば母親が前の夫と婚姻中であったりとか、離婚後300日以内に子供を出産した場合、実の父親が別にいた場合であれ前の夫が父親であるということなんですけど、これに対して、いや違うと、初めから実の父親をこの父として戸籍に記載したいとなると、原則として元夫が着出否認の調停を家庭裁判所に対して裁判手続きをして、その確定後に出生の届け出をする必要っていうのがあるんですよ。ちょっとややこしいんですよ。まあ、要は新しいパートナーとの子供であるのにもかかわらず、その手続きをすること自体がめんどくさかったりとか、元夫にその子供の存在を知られたくないと、そういった親の身勝手な理由でこの出生届が提出されず、その結果無戸籍となってしまうというものなんですね。ただこれやっぱひどいよねってことで、今年の4月から民法のこの着出推定制度の一部が改正されて、再婚してる場合は離婚から300日以内生まれた子供でも今のパートナーのことを推定するほか、父親と子供の関係を解消する裁判手続きについての申し立ての権利も父親だけに限定するんじゃなくて、その子供とか母親も行えるようになってます。ちなみにこの調停については、今年の4月1日以降に生まれた子に限り申し立てができます。4月1日から1年間の、まあ、来年3月31日までに限っては、今年の4月1日より前に生まれた子についても子または母が申し立てをすることができると。ただこれは期限が限られてるんで、もし検討されてる場合はねご注意ください。というよりまあこういった法整備も進んではいて、この戸籍を持たない子供たちが減って、子供を産む人がみんなが安心して生活できる環境というのは整いつつあるんですけど、ただまあこれも一つで社会問題化してる背景というのもあって、今になってようやく進展があったって感じなんですよ。この実際にこういう状況で生活してる人ってのはいます。例えば事例として、交通事故で亡くなった育ての母が無戸籍だったんですよ。遺体を引き取れ
なくて、でその後事故の裁判でも遺族として裁判行けないとか発言できなかったっていう、ね、40代の女性がいるんですけど、この女性には戸籍あります。ただ彼女は無戸籍の母の事実上の娘として約40年間育ての母と一緒に暮らしていたんですよ。法的には親子関係ではなかったと。で実際うすうす気づいてたらしくて、30歳ぐらいの時に自分の戸籍に母の名前がないことに気づいて、で事情を聞いたらいろいろ大変だったからと言われて話をはぐらかされたと。でこうして母の事情を知らないまま月日だけが過ぎてって、でそこから10年が経過した2018年、自宅近くの道路で母は横断中に車にはねられて亡くなったんですね。事故後彼女の元に消防から身元の証明ができるものがなかったんで携帯の通話履歴から連絡しましたと。でご家族の方ですかって言われて、戸籍上の家族じゃないということを伝えたんですよ。だから容体すら教えてもらえなかったと。翌日の未明に警察からの連絡で亡くなったことと、そしてこの母には戸籍がないことを知ったんですね。で身元確認もできないんで遺体を引き取ることができないんですよ。続くこの自動車運転致傷行為処罰法違反で起訴された加害者の裁判でも、被害者の遺族として思いを訴えたいという気持ちがあったんですけど裁判に参加することも叶いませんでした。その後警察を通じて母の生い立ちを調べたんですけど、有力な情報というのはなくて、結局この無戸籍の理由というのも分からなかったんですね。ただ最後にですね、戸籍がない方、戸籍 を作るための流れっていうのがあるんで、ね、簡単に紹介します。まずは全国各地の法務局の無戸籍相談窓口というのがあるんで、ここに電話してください。こちらは直接窓口に行っていただいても大丈夫です。で法務局では事情を聞いた上で必要であれば裁判の手続きを案内してもらいます。相談無料で予約取ることができますね。戸籍ができるまでの行政サービスについての相談窓口を案内してもらえて、解決には先ほどもあったようにですね、裁判の手続きが必要となるケースが多いんですけど、希望を提示した上で弁護士会とか法テラスを案内してもらえるんですね。こういった手続きを経て多くの方が出生とか集積の届け出を行って戸籍が作られていくんですけど、戸籍ないなって方ね、もしかしたらいるかもしれないんで検討してください。このように生を受けて生まれてきたら戸籍がある、それは当たり前のように思ってることなんですけど、ただ世の中には法的に戸籍がないっていうね、親の身勝手な事情とかであるんですよね。またそれをどうしたらいいかという人も多分多いと思うんでね、もしそういう方はねすぐに法務局の方で相談してくださいということです。というわけで今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。